これより上がりの講義を始めたいと思います。まずなぜ上がりが起こるのでしょうか。まずは上がりのメカニズムと原因を理解しましょう。さあ皆さん、上がる時というのは皆さんはどういう状態になりますか。ちょっと伺ってみたいと思います。ではこちらの方から。はい、心臓の鼓動が速くなってしまいます。そうですね、ドキ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 しますよね。手が震えます。手が震えます。原稿を持つとブル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 なりますよね。はい、震えてます。何を喋ってるか分からなくなります。頭が真っ白になりますよね。手に汗をかいたり、足に汗をかいたりします。足に汗かきますか。はい、顔はどうですか。あ、顔もですね、顔も汗かきます。はい、と脇、あ、はい、もね、かきやすいと思います。赤面をしているというのがやはり気になるようになります。赤面ですね。はい、顔が真っ赤になりますよね。はい、ありがとうございます。皆さん今お聞きしますと、手が震える、声が震える、顔が赤くなる、汗をかくと、ね、皆さん大体これ共通していると思います。上がりの一般的な症状になります。ではどうしてこういう状態になってしまうのでしょうか。上がりとはですね、未知のものに対する不安、恐怖を感じた時に起こる自己防衛本能なんですね。自律神経が乱れてくるんですね。人は緊張するとノルアドレナリンという物質が分泌されます。このノルアドレナリンが大量に分泌されると、自律神経、特に交感神経を刺激して心拍数や血圧を上昇させます。体が臨戦態勢に入るわけです。心臓の鼓動が速くなったり手が震えるのはこのためなのです。しかしこれらは決して異常ではありません。皆さんは今までどうしてこんな状態になってしまうんだろうと、とてもこう自分が病気なんじゃないかと思ってたと思うんですけれども、これは決して病気ではありません。皆さんの自律神経が正常に働いている証拠なんですよね。だから決して自分を責めないでください。さあ次にですね、上がりやすい人っているかというお話です。皆さんご自分が上がりやすいと思いますか。ね、全員。じゃあ生まれつきだと思ってた人、自分はもう性格だから、これは生まれつきなんじゃないかとね。じゃあ後から、それ以外の方は後からと突然性格が変わってしまったのかなと、そういう方も結構いらっしゃいますよね。あの、上がり症というのは生まれつきではないと私は思ってます。でも上がりやすい性格というのは確かにあります。それは何かと言いますと、まず責任感が強いんですね。うまくやらなきゃいけないっていう気持ちが強く働きすぎる、それが上がりの原因ですね。それから真面目、生真面目ですね。それから感受性が強くて場の空気が読めるという方が多いと思います。実際に陰気でちょっと引っ込み思案で暗いから上がるんじゃないかとか、自分は異常なんじゃないかって、決してそれはないですね。上がりというのは長所です。だから皆さん自分を責めないでください。次に上がりの原因について考えてみたいと思います。皆さんちょっと聞いてみますね。上がっている、どんな時に自分が上がると感じますか。今まで自分が一番上がった場面を教えてください。会社のプレゼンとか